ですね、はい、うさぎ屋明星店第1部のライブのお時間になりましたので始めていきたいと思います。よろしくお願いします。暑かったね。どうだった今日の宮古島。本当暑かったよね。朝からちょっと僕も行動してるんですけども、早起きして、8時頃からちょっと通ってるジムに行ってね、2時間ほど体を動かして、まあ、散歩しながら、戻ってきて、そこからまた昼後もね、フラフラしてたんですけども、暑かったね。夏だよね。気温多分今日24度とかだったんじゃない、日中。紫外線も強くてね。だから今もう見てください皆さん、店内空調マックスです。エアコンガンガン効いてますよ。皆さんも地元はどうですか。寒いですよね。雪降ってるところもあるんじゃないですか。こんな今みたいに T シャツ短パン B さんとかでうろうろできないですよね。まあまあここ宮古島です。もうあの本当に夏到来してるのかなと思うぐらい暑いんで、まあ、お店もみんなの熱気で熱くしていきましょう。よろしくお願いします。はい、では、先に自己紹介しましょうか。次の曲入る前に自己紹介しましょうね。もう分かりますか。でも僕のこと知ってますよね。俺だよ。知らないですよね、はい、失礼しました、はい。僕は生まれも育ちもここ宮古島出身って言いたいけど違います。違います。残念でした。どこだと思う。愛知。正解。嘘です、正直なこと言うと、あの宮古島空港から、小型の変な飛行機に乗ってね、南に片道30分かけてします。石垣島から、3年前にやってまいりました。普段ここ先は明星店のホールスタッフとかキッチンスタッフをしながらね、時間になったらステージに立ってライブもお届けしてます。本日歌三振担当しますね。顔と名前ぜひ覚えて帰ってくださいよ。よろしくお願いします。はい、石垣島出身です、平慶人と申します。よろしくお願いします。じゃあどうしようかな。一発